どうも、発信情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが12月4日の土曜日なんですけれども、先日発表されたスワレス投手の対談、本当にタイガースファンにとっては寂しいものではあったんですが、そこからすぐに決まったのがパドレス遺跡ですよね。で、このパドレスと有給なタイガースファン得というか、タイガースファンにとってスワレス投手のピッチングを心から楽しめる環境になるんじゃないかなということで、今回の動画では改めてこのスワレス投手のパドレス遺跡について、でなんでこのスワレス投手のパドレス移籍というのがタイガースファンにとって楽しめる 環境にになななるのかここういいいいいいったたととろにつててて深掘りをししききがらお話思ますではお話ししていきますが、まずは昨日、FA 権を行使せず残留を表明してくれた梅野選手について、梅野選手はタイガースで優勝したい、タイガースファンの皆さんと一緒に喜びを分かち合いたいという強い思いを明かしてくれました。そしてそのことについて、昨日の動画では梅野選手の契約に関する考察もさせていただきました。で、本日の朝、梅野選手の契約というのが、複数年契約であることが明らかになりました。その詳しい契約年数、そして年俸はまだ明かされていませんが、今後契約公開が進んでいく中で発表される 流れになるかなと思います。F A 権を行使せずの残留だったんで、単年契約だと毎年心配になりますから、タイガースファンとしてもまずここの部分は一安心ですね。で島村球団本部長は梅野選手の残留についてこういったコメントを出しています。一言で言えば安とした。来シーズンも一緒に同じユニフォームでプレーしようと言い続けてきた。そういう最大の補強という表現も当然ある。ファン感謝祭を前に、ファンの皆さんに来シーズンも一緒にプレーできることをお知らせできたということが良かったです。ということで、助ケッ選手らの退団や戦力外引退なのでチームを去る選手も多かった中でやっと明るい情報入ってきましたよね。そして 今日はファン感謝祭、ここで来シーズンのキャプテンが決まります。FA 熟考中だった梅野選手が最終候補に残ってるかはわかりませんが、梅野選手がキャプテンとしてチームを引っ張る可能性もあるのか、今日のファン感謝祭での梅野選手の言葉や、キャプテンは誰になるのかについても注目して見ていきましょう。そしてもう一つ、梅野選手関連で昨日地元淡路島で講演会を行っていた近本選手、その近本選手は梅野選手の残留についてこういったコメントを出しています。単純に戦力 の中ではすごく嬉しいですし、本当に良かったです。ということで、近本選手は今シーズン梅の選手から引き継ぐ形で選手会長に就任助っ人選手も多いですし、それによって枠の問題、一軍登録の問題、色々起こりうる可能性が他の球団よりも高いんで、そんな状況でチームをまとめるというのはかなり大変な一年だったと思うんですが、その中でもしっかりタイトル取ってくるってのはさすがですよね。で続けて近本選手はベテラン選手の存在についてコメントを出しています。q じさんと光介さんの存在は僕の中ですごく大きかったと思います。逆に僕がそういう立場になっていかないといけない。2021年は難しい状況もあったので。 そううういいい時にベテランの力は大事だなととと思ましたこで今、タイガースにベテランと呼べる選手は、本当、糸井選手だけですからね。まあ、糸井選手も雰囲気的に背中で引っ張るというよりは、若い選手と一緒になって盛り上がっていけると、まあ、球団の SNS なんかを見てても、程よい距離感という感じなんで、糸井選手の他にもチームを引っ張っていく存在が必要。それが大山選手であったり、梅野選手、そして近本選手ですね。まあ、生抜きの選手たちがどしっと座ってくれることは、ファンとしても心強いですから、まあ、近本選手に関しては選手会長もやってるんで、キャプテンはどうかなという感じですが、十分候補の一人だと思います。 発表されてるんじゃないかなということでここに関しても引き続き注目です。では本題に入っていきますが、先日夢の舞台メジャーリーグへの移籍を目指してタイガースを退団した最強守護神スワレス投手、タイガースがどれぐらいの契約を提示したのかは分からなかったんですが、メジャーではロックアウトもあってスワレス投手の移籍というのは超異例のスピードで決着。それというのもパドレスが単年7.9億円の大型契約で獲得という情報ですね。いや7.9億円、さすがメジャーリーグという感じですし、なんか金銭面でもそしてすぐに決まったということを考えると、一ファンとしても諦めがつくというか。 本当に頑張ってねと、ワールドチャンピオンに輝いてねという思いになりますね。で、スワレス投手の移籍先となったパドレスは、タイガースファンにとっても最高の環境になり得る可能性があるということで、今回の動画では、スワレス投手のパドレス移籍に思うこと、そしてなんでパドレスがタイガースファンにとって楽しめそうな環境なのか、色合いも黒と黄色で似てますし、トラメダル発祥の地でもありますからね。まあ、いろんな共通点があるんじゃないかなということで、スワレス投手の今後について深掘りしてお話をしていきます。では早速お話していきますが、まずは率直なスワレス投手のメジャー移籍に思うことですね。正直まだ寂しさはありますし、あそこまで 安定した球界を見れることってなかなかないんで、今後どうやりくりしていくんだろうっていうちょっとした不安はどうしても残りますよね。タイガースがどんな額をどんな契約年数を提示していたんだろうと、まあ、そこも気になったポイントではあるんですが、単年7.9億円これを聞いた時に、あ、これは無理ですわと、さすがメジャーですわとなんかふっと諦めがついたというか、さすがに6億円ぐらい超えてくるとマネーゲームは厳しいだろうなと思っていたんで、それがほぼ8億円、これはちょっと日本の球団手も足も出ませんね。しかもそこにスワレス投手の夢が乗っかってるわけですから、環境であったり資金面どれを取ってもさすがメジャーというしかありません。 デスワレス投手に関しては、いろんな球団が獲得調査をしていました。実際シーズン中に4から5球団以上が視察に来ていましたし、もっと争奪戦になるかなと思っていましたが、ロックアウトになる流れもあって、異例の超スピード決着。でも普通は12月に入ってから契約交渉ができるはずなんですが、パドレス以外の球団の名前が上がることなくすぐに決まったんで、やっぱり水面下でいろんな動きがあったんだろうなと推測できますね。まあ、オファー的にもメジャー経験がないピッチャーで8億円でなかなかないことだと思うんで、それだけ高く評価してくれたっていうことですね。個人的にはパドレスで良かったなというか、まあ今からお話していく理由も含めて、 サンディエゴでぜひ輝いて欲しいいてしなと思いますでは、なぜスアレス投手のパドレス移籍がタイガースファンにとって喜ばしいことなのか、まあ、それについて触れていく前に、スアレス投手の移籍で、パドレスの試合の結果だけでもいいからチェックするようにしたいと、これを機にパドレスファンになろうというコメントもちらほらといただいておりましたんで、簡単にパドレスという球団がどういうチームなのかについてお話をしていきます。サンディエゴパドレス、名前は結構聞いたことあるよという方も多いんじゃないかなと思いますね。過去には現、ロッテ監督の井口さんや、イーグルスを戦力外になった牧田投手、そして今年で言うとダルビッシュ投手ですね。まあ、ダルビッシュ投手の移籍先ということで、 取り上げられました。そして今年大谷選手の活躍でメジャーのオールスターとか各選手をちらほら見るようになったよという方もいらっしゃると思うんですね。でパドレスで有名な選手といえばやっぱりタティスジュニア選手。まあもう見た目からして絶対野球マイヤントはまさにスーパースターという感じですがこの選手は14年総額360億円という超超超大型契約。日本ではまずありえない今後考えることもできないようなそしてスケール感がおかしくなるような規模の契約をつかみました。14年というのはメジャー史上最長契約ということでそれも話題になりましたよね。このタティスジュニア選手を筆 スター選手もたくさんいる球団なんで、そこにスワレス投手が入っていくとで、パドレスは今シーズン39セーブを上げた守護神が fa でチームを去ったというのもあって、その後釜を探していました。そこで目をつけたのがスワレス投手だったんで、まあ、おそらく守護神としてスタートしていくんじゃないかなという推測を立てることができます。まあ、これがざっくりとしたパドレスという球団のご紹介ですね。ま、タティスジュニア選手もいる。そして、ダルビッシュ投手もツイッターでスワレス投手の入団を喜んでくれていました。この情報だけでも十分楽しめそうなんですが、なんといってもパドレスには2019年タイガースで無双投球を見せてくれた。ピアースジョン。ン まあ、ここですよ。まあ、ジョンソン投手といえば、能力値が高すぎて、すぐにまたメジャーに引っこ抜かれた感じになりましたが、タイガースファンとしても、まあ、しゃあないわなと、1年だけでも甲子園で投げてくれたこと自体に感謝ですというふうなレベルの投手でした。2019年、ジョンソン投手は不動のセットアッパーとして58試合に登板、40ホールド、防御率1.38、58.2回を投げて奪った三振は91個、奪三振率は驚異の13.65です。150キロ超えの直球と、最強の魔球、パワーカーブを武器に無双、プロ野球選手が選ぶ一番すごいと思った変化球ランキングでも、 その年1位で、ししたたた鈴木誠也選手手ががもう無理すと完全お手上げ状態だったことが印象的でしたねでねそのジョンソン投手の移籍先というのがこのパドレスだったと。そしてパドレスでも今シーズンさすがの成績。63試合に登板して防御率3.22とバリバリの主力。さらに58.2回。まあ、2019年と全く同じイニングを投げて奪った三振は77個。奪三振率は11.55です。メジャーでも日本でも奪三振率は余裕の2桁。さすがジョンソン投手だなという感じですよね。で、スワレス投手がパドレス移籍ということはタイガースファン得すぎる p j a からのスワレスリレーが見れる かもしれなないいととうことなんです、ね、まあ、あわよくばダルビッシュ投手、ジョンソン投手、スワレス投手、ダルビッシュ投手も大阪で育った選手ですから、関西にゆかりのある選手たちが世界最高峰の舞台で躍動することを考えるだけで胸が躍ります。さらにスワレス投手と同じタイミングで、今シーズンホークスで無双したマルティネス投手も獲得してるんですね。今シーズンの交流戦でタイガースも見事にひねられましたが、21試合に先発して防御率1.60ですからね。そのうちクオリティスタートというのはなんと20回。なんと登板した試合で QS を達成できなかったのは1回だけ。QS 率で言うと驚異の95.2%。 割合だけで言うと、山本由伸投手よりも全然上です。そんなピッチャーも獲得してますから、なおさら日本にゆかりのある選手たちがたくさんいるパドレス。スワレス投手の流出というのはもちろん寂しいですが、最終的にはメジャー復帰を望む選手が経由地としてまず日本にやってくる。そこで素晴らしい活躍をしてくれて、またメジャーに戻る。じゃあ、あのタイガースっていう球団は、助っ人にとっても居心地のいい球団で、メジャー復帰してくる選手もたくさんいるらしいよと、海外での評価が高くなる。もちろんお分かりは寂しいですが、双方いい効果を生み出せてると思うんですよね。 ジョンソン投手、そしてスワレス投手、最強リリーバーを続々とメジャーに出荷してますから、人的保証超大洋っていう声も SNS でよく上がってますよね。僕もそういう声を上げたくなるぐらい寂しいですが、ジョンソン投手のようにタイガースを離れてもタイガースのことを気にかけてくれたり、今でも選手と連絡を取ってるんだっていう話を聞けるだけでも満足です。そんな素晴らしい選手たちが数年間だけでもタイガースにいてくれたという事実だけでタイガースファンで本当に良かったなと思います。はいということで今回の動画ではスワレス投手のパドレス追跡について思うこと、そしてジョンソン投手もいるんでタイガースファンにとっては寂しさを打ち消すような夢の リレーが見れるんじゃなないいかなということについいててお話をさせたただきましたこのムーブが続けば、また有望な助っ人選手がタイガースに入ってくれて、勝利に貢献してくれるでしょうし、こんなシステムが永続的に続いてくれたらいいなと期待してます。もう夢がメジャー、最終目標をそこに設定してる選手が多いんで、最終的なリリースっていうのはもう仕方ありません。ですので、今年1年間残ってくれたスワレス投手に一切否定的な意見が出てないっていうのは、そういう背景があるからなんですね。まあ、一度野球の道諦諦めめて作業員やタクシーードライバーを経験それれでもき 戦力外、異国の地で寂しい思いもして、そこで手を差し伸べたのがタイガースでした。その思いに応えてくれて、2年連続セーブを、そして小さい頃の夢だったメジャー席。誰がこの男の挑戦を否定できますか？寂しさはありますが、ありがとうということしかないです。タイガースで果たせなかったチャンピオンになるという夢をジョンソン投手と一緒にメジャーの舞台で叶えてほしいなと心から願ってます。怪我なく体調には気をつけて、輝くスワレス投手を楽しみにしてます。ありがとうスワちゃん。よかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった,ために なっっったたたたたとと思てていいいだだけけ方はからチャンンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しる嬉です皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者23,200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者24,000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラホー、ありがとうございました。ダルビッシュ投手、ジョンソン投手、そしてスワレス投手、この夢のリレー見ることができるのか、注目してみていきましょう。ではまた